皆さんこんばんは。今日はマーケットですね、特に、ドル円が急上昇しておりますね。1日で 2.7 円も円安になっております。なんか今 FX でも流行ってるということで、それも後押ししてるのかなとも思いますが、やっぱりここまで上がってくるっていうか、円安になってくるってことは、結構ね、FX とかだったら売りで入ってて、強制ロスカット、つまり売りで入って、証拠金がなくて、買い戻しさせられると、損させられるという状況ではないかなと思います。そうですね、ちょっとどこまで円安が続くか分かりませんけど、相場はね、チキンレースですからね。全員がやめない限りどっちかに行きますよ。特にこんな勢いづいた時はもう止めようがないですからね。ただ逆に儲かってる方はね、しっかり利益を確定されて、おくことをお勧めします。いずれは下がりますから、下がりますっていうか、いつまでも円安が続くとは思えないですね。ドル円だけ見ててもですね、なんだか意味が分かりません。要するに今全体的に、ドル高が進んでます。理由は僕もよく分かんないですけど、ドルインデックスはね、もう過去最高ぐらいに上がってますよね。ユーロドルでもね、パリティの100を割ってますから、1か分かりませんけど、そういう状況で、金利が高いから、どんどんアメリカの方にお金が吸収されているということですね。となってくると、アメリカ以外の国はお金がなくなっていきますからね。生活苦しくなりますよね。円安で、相当こう物価高が進んでるということですね。でもね、そんないつまでもっていうことですよ。ドル円相場は別として、ニューヨークのね、株式相場の方はね、下落中なんで、あまり経済状況は良くないんじゃないですか。
なんかね、ちょっと FX が今、FX っていうかまあね、その為替の方がね、ちょっと異常な感じですね。まあ、チキンですね。ただ、まあ、あんまりこんなのに関わらず、まあ、そうですね、まあ、もうちょっと相場が安定してる時にね、いろいろ前々やられた方が安心だと思います。とにかくボラティリティが高すぎます。まあ、一時ですね、株式市場もなんか、そういう側面がありましたけど、ちょっと今落ち着いてますね。いや、むしろ下がってますね。下がり局面ですね。まあ、秋、まあね、やっぱ秋相場はね、やっぱなかなかこう、まあ、悪いことの方が多い季節に入りますから、まあ、ご注意ください。無理のない程度に、まあ、FX やってる時点で、まあ、無理はありますけどね。25倍ですからね。元金の25倍でかけてるわけですから、まあ相当なリスクがありますよね。そういう、なんていうかな、レバレッジとか、そういう計算とか、しっかりやって、取り組まないと、まあ、儲かってる時はね、レバレッジ高い方がね、まあ、儲かって、一瞬的には儲かって、嬉しいかもしれないですけど、あくまでもその25倍の力を借りての儲けですから。まあ、まあね、レバレッジかけてなかったらね、まあ、大したことないでしょ。だから、まあ、あんまりね、レバレッジかけずに、やったら、そこまでの、痛でもありません。ただね、まあ結局これも、まあ、レバレッジをかけるといい、まあちょっとね、お金が増えた風にはなりますけど、レバレッジをかけて下がるときは、まあ地獄ですからね。まあそれは、覚悟してください。もう何回もそんなこといくらでもあってますから、まあね、マーケットは世界中つながってますし、いろんな方がね、やられてますから、まあ、持ってるお金も違うし、持ってる、なんていうかな、そういう、システムとか、まあ、ね、コンピューターとか、いろんなものが違いますから、まあね、竹槍で、まあ、戦闘機と戦うようなことはしてもしょうがないですから、まあ、あんまり、まあ、そういう中、マトリックスで勝負していることだけは、いつも心に入れて、浮かれないようにしてください。まあ本当にマーケットの世界はやめないと何て言うか、まあ退場するなり、退場儲けて退場するなり、もうステンステンになって退場させられるなりしかなりませんので、まあもしくは本当レバレッジもかけずにぼちぼちやると、まあそれでもね、まあまあオイルとかは上げ下げひどいですよね。なんか先物とかはゼロになったりして、また100ドル超えてきたりしてって、
もうそれまた今度下がってきたりとか言って、もうぐっちゃぐちゃなんですよね。まあ本当にぐちゃぐちゃなんで、まあどうですかね。まあ預金みたいに元本が保証されて、利息が何パーセントって確定してっていうもんではありませんので、どちらかというとギャンブルと一緒です。ねえ、一度100円、まあ1000円かけて、まあ上がるか下がるか、ハイアンドローでやるだけですから、まあそれが世界中でつながってるわけですから、いろんな、ね、ヘッジファンドとかもいらっしゃると思うし、まああまりね、なんていうか、気軽に手を出せる世界ではないですが、気軽に手出しができるように証券会社はご準備しております。証券会社はですね、手数料が儲かればそれでいいですからね。お客さんが損しようが得しようが、それが関係ないです。自己責任です。まあ自己責任で、まあ長判 かけれるんで、まあギャンブルを好きな方は向いてるかもしれません。もう特にここ数年もギャンブル化してますから、まあ当たるも八卦ですよね。まあほぼほぼ、まあ統計的には9割以上ね、負けます。まあ勝ってもずっと勝ちはありませんよね。どんな世界でもね、ずっと勝ってる人なんていませんから。まあ、しかもね、人間いつか死にますからね。勝ち続けてもでも生きてる間だったわけですから、そこはね、まあよく考えて、今の大事なお金を突っ込むところではないと思います。以上です。まあこれで相場の話終わりです。また動画あげます。よろしくお願いします。